はい、ということで皆さんお疲れ様です。今日はですね、朝まあご覧いただいたように雪降って、日中はね青空出て、ちょっとこう一瞬カーッと晴れた時間帯もあったんですが、また夕方になるにつれて雪も、降ってきてですね、明日まではなんかこんなちょっと冬型の天気であろうということでありますが、はい、そんな中、まあ前回の動画でね、株式会社発見さんのクラウドファンディングがね、おかげをもちまして、100万の目標のところ140万ぐらい言って書いてあったかな。で、商品の方もね、あえて届きまして、で、今現在は、ちょっと今日腰痛いんですけども、今現在はふるさと納税の、秋田方市のふるさと納税の方でね、購入できるようにはなっていますが、ちょっとね、今日概要欄にちょっとそこのリンク貼っときますので、一応内容確認していただいて、結構なお値段したと思うんですけども、まあ、この思いにね、賛同していただける方は、ぜひともね、購入してみていただきたいと思います。で、この取り組みというのがですね、もう本当今の時代に言う SDGs ということで、本当ね、その食品ロスをなくすという、本当もう時代にドンピシャな、活動じゃないかなと思いまして。で、まあ、その SDGs といえばね、去年のいつ頃でしたかね、広島県ローカルのね、テレビ局ではありますが、TBS 系列の広島県の、RCC というテレビ局があるんですけども、そこの、RCC の YouTube チャンネルの中で、SDGs に関する動画がね、何個かあるんですが、過去には原田農園のね、原田さんですとか、で、まあ僕もそこへ登場させてもらったりですとか、いう、まあ僕の動画も、今日もそこのリンク貼っときますね。それもリンク貼っときますね。ぜひ見ていただければと思うんですけども、まだご覧になってない方は。で、そのシリーズの中で、続編が出ましたよということで、ここの、秋田方市の隣の市のね、三好市というところで、鵜飼というのが、まあそこ伝統文化としてあるんですけども、鵜飼ですね、鳥の鵜がこう川に潜って鮎を取るというのがあるんですけども、その鵜飼のその伝統をね、守っている青年の、どうですか、まあ見ていただいたらわかると思うんですけども、その子供たちへね、それを鵜飼を通じて、その伝統を守ることの大事さですとか、そういう教育にね、そういった部分から教育に何か携われることはないかということで、それも SDGs の中の何番かなに当てはまるということで、その RCC の YouTube チャンネルの中の SDGs の動画の中の新シリーズがアップされてますのでね、そちらもご覧いただければと思います。で、ちょっとまた話は戻るんですが、その本当この株式会社発見さんの SDGs ですよね。で、まあ実際に前回見てもらった動画は、僕のここの補助が水害にあってですね、水害でダメに、普段ならそのちょっと廃棄にせない件かなというような分を買い取っていただいたということなんですが、今は普段はじゃあどうなのかと言いますと、ちょっとこちらご覧ください。はい、というように母ちゃんがあそこでこう綺麗にこう調整して、どうしてもこうね、破れた葉っぱとか、一番外のいらない葉っぱとかを、ここへどんどん投げて溜まっていくわけですが、株式会社発見さんは、これを、本来、株式会社発見さんとこう取引するまでは、これ全部もう畑に捨ててたわけですけども、株式会社発見さんはこれを、
買い取ってくれると。でこれを乾燥野菜に使ってくれる。まあ十分それは当然食べれる部分なんですよこれで、まあ多少破れたりね汚れがあったりしても大丈夫だということで、株式会社発見さんはあの、前回お届けしたおかえりチンゲン菜はこういったチンゲン菜も入っております。はい、そんな感じでね、通常の業務の中で出る本当にこういらない部分、それも乾燥野菜として十分使えるということで買い取っていただいてます。で、あの中でああいう風に普段の業務で出ている中で、破れたりなんかしてないやつはかうちの母ちゃんがですね綺麗に束ねて、それはそれで産直にあの出品したりして、それはそれで僕たちの SDGs、 まあまあそれも SDGs ですけどもね、そこで無駄をなくしながら売り上げにつなげていったり、でその産直にも出せないような破れたやつとか本当端っこの葉っぱなんかをこう株式会社発見さんに、買い取ってもらっているという、非常にねそのこれが続けばね本当こういろんな意味でいいんじゃないかなと、ウィンウィンウィンになるんじゃないかなと思うんですが、まあそのこの本当ねそのこの活動にね賛同していただける方はね、ぜひともね、購入していただいて、この活動がねずっと続いて本当こう食品ロスもなくなる、農家も助かる、で消費者は美味しいものも食べれるし、その活動に参加しとる感が出てくるということでね、ウィンウィンウィンの関係で、うまく続いていけばいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで今日はまあ SDGs ということで、まあ株式会社発見さんの取り組みが SDGs だということと、そうあの SDGs といえば RCC テレビのね、YouTube チャンネル、あの公式 YouTube チャンネルの中の SDGs にまつわる動画改めて見ていただければなというところの お知らせでございました。ということで今日は寒いですけどもこの辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さんまた明日、ハッピーチンゲン菜。そろそろ確定申告じゃろ。